はい始まりました「リエルの未来へ TOGO」ーーのお時間ですごきげんよう柴田リエルです、えー、今日はまず冒頭先日19日の日に千葉真一さんが亡くなってしまいました、えー、リエルグループのインスタ SNS 等で「えー 色々なコメント皆様くださり、えー、ありあがとうございますその皆様から頂い,いたコメントをご連絡の中に、えー、千葉さんとのエピソードや何か思い出話などあったら、えー、教えてくださいというような内容があったんですけれどもまあそうですね。あの 千葉真一さんは、まあ、皆様ご存知の通り福岡博多出身の方なんですけれども、まあ、私も博多出身で同居というご縁がまずありましたで私が上京するきっかけを作った方だと思いますえー、きっかけ上京するきっかけとはというお話の中で、まあ、ここからは少し余談になるんですけれども 私の母が、あのーまあ、母方の考え方からするとまあ三つ子の魂100までじゃないですけど若い頃にとにかく幼い頃にいろいろな習い事習えるものは全て習わせようという考えがあっていろいろなたくさんの、まあ、あらゆるもうスポーツや、まあ、踊りもそうですよね勉強もそういろいろ 数あるもう本当にバラエティに富んだ習えるものは全て通わされるというかまずは送り込まれるような子供時代があったんですけれどもまあ私の性格上好き嫌いがはっきりしていたのでまあ3ヶ月続くものもあれば3週間。 もうひどいものには3分で飽きてもうやらないっていうようなあのはっきりした性格だったのでまあいろいろなお客事をした中でも本当にもう3分坊主というような感じで 3, 3日坊主ではなくても本当にいろんなセレクトがねもうあの限られて残る習い事はいくつかっていうところだったんですけどそんな私の性格が。 えー、クラシックバレエを見学に行き入団するという時にまああのそんな性格の私がこれは習うと明日から私ここに来るっていう話をね母にしたらしいんです。で珍しいしじゃあ決めようっていうことで入団を申し込んだ時に、まあ、そこのねバレエ団は4歳から。 が入団資格だったんですよねなので、まあ、4歳からの入団資格で、まあ、その頃当時その行った時が2歳だったので2年後に改めてあのまた来てくださいっていう話で、まあ、入れなかったんですけども、まあ、次の日も「私はそこに行くと」と「いや4歳からだからまだ2年後だからまだ行けないのよ」っていうあの話も聞かず「いや私は行くんだ」と。 いうことでまあ、仕方なく母は連れていくわけなんですけど、まあ、見学しかできないですよね。でも、それを何日か続けていると、まあ、バレエ団の先生が、じゃあ、もういらっしゃいという話をしてくださって、で、二歳と四歳だとね、もう結構あの大きさが違うのでね。もう全然、二歳だと踊れるわけじゃないんですけど、まあ、とにかく二歳から入れていただいて、もうあの邪魔に。 ななるだろうシシチュエーションなんですけどでもまあね2歳だから踊れるって話でもないんですけどでも走り回るわけでもなく邪魔するわけでもなく本当にみんなと同じようにレッスンを繰り返すあの子供だったんですけど2歳からバレエを始めてでそこからまあクラスごとのね舞台発表会公演が重なりでそこから数年後 小学校1年ですね6歳の時にあのバレエ全体の,あの公演がありましてでバレエ全体の,その大きな公演企画の時に初めてその全体の主役をいただいたんですで当時六歳の子がそのバレエ団の主役を張るというのはまあかなり珍しいことで。で地元の テレビ局だとかいろんな取材をしていただいて、まあ,あ地元では話題になったことだったんですよね。で、そんな時にちょうどその頃です。あのおばが母の姉妹ですね。叔母があの当時ジャックパンアクション、クラブジャックでもう大人気で大活躍されていた。真田広之さん、もう今はね。もうハリウッド。スター いいらっしゃいますけどその当時真田広之さんのもうおばが大不安でで福岡にねいろいろジャックの方がイベントにいらっしゃったりとかいろんなこう舞台映画などもあったりして母あのおばはねいつも足を運んでたりしたんですけどその中でそのジャックのオーディションがあるということをあの耳にしてきたんです。 で、自分が若ければ自分が応募し自分がそこに夢を持って望むところなんですけど、まあ、おばも若くもなく今から私が望むのは難しいとそう思ったおばが何を考えたのか私の履歴書をジャックさんに送ったんですねでそのジャックさんのその時の,あのオーディション資格が11歳だか12歳だったと思います なので、もうあの全然年齢資格に達してないんですよね、だってまだその頃私はもうキッズの域なわけですから、11歳、12歳のね、その、あのー、年頃には全く達していないですしまして、その年齢からオーディションを募集資格があったとしても、実際いらっしゃるのは、やはりもう10代後半だったり、20代の大人の方が多い。 多く受けけられるオーディションなわけですそれをもう全然年が達していないのにもかかわらずあのおばが送ったとでねそのバレエ団で4歳なのに2歳で入団した話とはまた全然違うわけですからもうそんなねかなうわけもないんですけどとりあえず送ってみようっていうのでおばが送りましたで届いた通知がまああの、まあ、案の定というかあの。 不合格ではないんですけど、まあ、年齢資格に達していないので、まあ、見送りというか今回はオーディションにあの来ていただくことはできませんというような通知をいただいたんですねでそっかあと、まあ、あのおばたちも母も思っている時にちょうど通知が届いた時にあの自宅にねお電話が鳴るわけですでそのお電話があの当時ジャパンアクションクラブの、まあ、マネージャーさん まあ役員で、専、ま、務、あ、さんだったかな。まあ、役員の方でもあったんですけど、まあ、千葉さんのマネージャーさんという方から、あのジャックのマネージャーですということでお電話をいただきまして、でそのオーディションの日に、あの東京に来れますかと。 いうお話だったんですねでももう通知をまあ同時期に受け取ってるわけですから、まあ、このような内容でいただいているのでオーディションに伺う,理由伺う理由がっていう話を一応申し上げてるんですけどでもあの千葉さんがあの会いたいと言っているのであのよろしければ是非東京に来てくださいということでお話をいただき、まあ、オーディションには参加できないんですけど東京に母とおばと 状況、まあ、オーディションだけですのでもう数日だけ東京に滞在する形で来ましたでその時にやはりあの今もないけどその時年前だったんですかねみたいななかもう本当に大きな会場で体育会みたいな本当に大きな広い会場でもうすごいたくさん大人たちがあのオーディションに並んでいてもうずっと会場で何時間も待っ たんですよあの時はでも最後の最後のオーディションの最終審査があの面接なわけです。で、最後のその面接の会場のところにまあ、数人56人ですかね。6人ずつぐらい。あの最後の面談会場に入っては？ 次っていうことでまた同じ人数数人が入っていくような流れがありましてでそこのここで待っててくださいっていうことでそこでずっと待って待って何時間も待ってもう本当に夕方ぐらいの時間になった頃にあのじゃあ,あのお待たせしましたここに入ってくださいっていう話がありでここからはあのお嬢さん一人で お母様あのお連れの保護者の方は「ここで待っててください」「一緒には入らないでください」ということで、まあ、1人で入るんですけど「まあ、じゃあ入ってください」って入った時にはもう審査員の方が本当に横にずらっと並んで座ってらっしゃるんですねで誰もいない他には誰もいない状態でで真ん中に立ってくださいということで案内をされもう本当にね子どもの私が真ん中に立つともう正面には千葉さんが。 バンと座ってらっしゃってらしゃであのもう印象的なあの大きな目あのギラギラクリクリイメージがもうあの印象的なねあの瞳でもう本当にがんみされた状態でで笑顔であのよく東京にここに来て会いに来てくれましたねということでお話をされ。 で「あなたの舞台は僕は見ましたよ」っておっしゃってくれて舞台っていう話に、まあ、一瞬何のことか私もわからない状態なんですけど「あなたの舞台を僕は見ました」ということで、あのー、言っていただいてであのバレエをねあの「今ここで見せてください」と「今ここでバレエを踊って見せてください」って言われまして。 予定してないのででここでという、ね、一人も子供の私はここでと思うんですけどまずあの万全な体制ではないというかもう予期してないのでまず音楽がないあとバレエシューズを持ってなかったのであの靴もないあとまあそのバレーあのオーディション会場も。 バレエに踊るにふさわしい床ではなかったんですよね。なので、ここで踊るのっていうふうに思った幼い私がいたんですけれども、踊ってみせてっていう話で、でも、音楽と靴がありませんっていう話をしたんですけど、でも、うん、構わないから、あの、任せるから、好きに、自分の好きに踊ってみせてって、千葉さんがおっしゃって。で じゃあともう何を踊ったかも今はも覚えてませんけど、まあ、その時日々ねトレーニングしたり舞台やっていた踊りをクラシックバレエを目の前で踊ったんです。で踊って全くねあのストップもかからないのである程度踊って、まあ、ポーズを決めて止まった時に千葉さんの方を見ると、まあ、もう変わらずあのギョロ目で見てあのずっとこんな感じで。 微笑んでらっしゃるわけですよねでまだ踊るのかなって思いながらその状態でずっといらっしゃるのでじゃあもう少し踊るのかと思いながら続けてまた踊り始めていややしばらく、まあ、クラシックエをそこの場で踊ったわけです。で次にまたポーズで止まった時に「いやありがとう!」って言ってすごく褒めてくださってやはり素晴らしいということでなんか本当に褒めてくださった記憶があるんですけれども。 そこから、あのー、千葉さんがね、あのー、これから僕は多くのあらゆる舞台ミュージカルを企画してやっていこうと思っているとであなたぐらいの若い世代若い子たちをもっともっと世界に通じる、あのー、パワーある子を世界に送り出していきたいんだと。ななので君みたいな子も あのミュージカル僕のミュージカルに出てあのやりませんかっていうようなお話をいただいてで、まあ、そこからはあの気をつけて帰るんだよということで,で東京にねあの来るのを僕は待ってますということでお話をいただきその日はあのもうオーディションじゃないのでねあの合否とかもなくそのお言葉をお会いしてお話しするだけで帰って。 でそれ以降ねあのすぐということではなかったんですけどもあの少し年月があったんですけどそこから上京してで東京で、まあ、あのバレエをクラシックバレエをしながら。 ジャックのトレーニング、まあ、お芝居とか盾とかかですね先輩方に教えていただくような機会を与えていただきあの数年お世話になったというところがあるんですけれども、まあ、それからねしばらくしたら、まあ、バレエをあのバレーに専念をするというねあの選択をしたのでねあのバレエの方をちょっとウェイトを置くような形であのやったんですけれども、まあ、その頃のねそれ以降の話は10月。あ 去年の開局して11月16日の放送の時ですね、あの、ジャックの先輩であります、和歌山喜一郎さん、和歌山富士三郎さんの息子さんですね、えー、素敵な俳優さんです、ジャックの先輩の和歌山喜一郎さんの11月16日の放送回で少しエピソードをお話ししているので、あの、もしご覧になってない方など、 見,を見られたた方ででもまた視聴ししてくださると嬉しいのでアーカイブで11月16日を検索いただいてリエ a と未来というを見ていただいたらと思います。で、そこから数年、まあ何十年か、まあ年月が経って、今から数年前です。あの、私がまあ今ディエルグループで起業して自身の会社をやっているんですけれども、数年前に私のその会社の、 近くにお食事屋さんがあるんですけどもう本当に地元の人しかわからないようなあの本当にもう本当にあの地元の人しか行かないようなお食事屋さんそこに偶然、あのー、私がたまたまそこの道を通りかかって脇にそのお店をこう見ながら通ったら中に千葉真一さんがお食事っていうかいらっしゃる姿が見えたわけですよね通りがかりに。 店の中がでちょうど千葉真司さんがお一人だったので、まあ、多分どなたかとね待ち合わせの時だったと思うんですけどちょうどお一人だったのでもう泊まってお店にあの入って「千葉さん」っていう話をしたら最初はわからないですよ。人月が経ってるんで子供から大人にもなってますから最初は分からなかったんですけどもうでもなんて声をかけてみるかも私もわからないんですけどまあ衝動的にというか見かけて「千葉さん」って言ってバレエの。 って言ったそのバレエの3文字だけで「あっ!」って思い出してくださってなんかもうめちゃくちゃ再会というかあの喜んでくださったんですけれどもなんかね本当久々に父というかね親戚のおじさん間に会ったというような感じの親近感というかあのお互いがね分かって本当に偶然の。 まあ再会というかあのお会いしたんですけどもそこからねもうどんどんできることやりたいことをどんどん頑張ってやりなさいっていうお声からまたそこからねご縁があの続きながらあのいつもねあの見守ってくださるような感じでそれからも千葉さんの,あの周りのいろんな共通のご縁をあのと今もつながっていて大先輩たち先輩方に支えられているところはあるんですが。 本当にあのこれからはねあの会いたいと思った時にどんだけ努力してももう会えないんだなと思うとまあ悲しいというか本当に寂しいなって思います。うん千葉信一さんのご冥福をお祈りしたいと思います。ではここで CM です。お肌の悩みは一つじゃない。 シ,ミシワたるみ毛穴乾燥ニキビ跡これらの悩みに対し手軽に施術できることをテーマに多くの患者様の悩みに取り組んできましたまずは気軽にカウンセリングしてみませんか「ベル美容外科クリニック」。 ここからはベル美容外科クリニックの提供でお届けいたします。この番組は毎回違うテーマでお届けしております。えー、皆様のご存知な、えー、各業界から俳優さん、アーティスト、歌手、芸人さん、格闘家、スポーツ選手、事業家などなど、えー、各業界からゲストに来ていただきお招きし、えー、皆様の お話を伺い皆様にタイトルにもあります通り 2GO をお持ち帰りいただくテーマだったりあとはリエルグループがあらゆる業務を行っているので隔週の月曜日でお届けしている私がインストラクター資格を取得している「護身術クラブマガ」の会だったり国際創造学者であり世界的有名な発明家であるドクター中松博士の販売店としての会だったり。 全国で数件医療業務提携を行っているクリニックがリエールグループではあるんですけれどもそこの最新治療といえる再生医療が身近になって皆さんに施術体験していただけるものとなった身近になった再生医療のお話を多くの方に知っていただく会だったり。 また、その再生医療にまつわる、若作りではなくて、若返っていただくための、自身でできる毎日のお手入れを、内側からも元気になっていただくテーマとして、ディエルセレクトでご提案している回だったり、あらゆるテーマで、毎回違うテーマでお届けしております。今日は、ディエルセレクトの回でお届けします。To Go! ーー皆様今日もお持ち帰りください。 まずは、えー、リエールグループのホームページを一緒に見てみましょう。リエールグループ、えー、リエールサイトで検索いただくとこのページが出てまいります。これはキレクレーター。これはですね、あの、私が考案し、提案しているカウンセリングシステムというのがありまして、私がね、もともと、あの、まあ、あの、実家がね、あの、 化粧品会社っていうのもあ,るあったんですけどもそこでね、あのー、通販業務カウンセラー業務いろいろ健康美容などを学び当時はね、あのー、まあ事業をするという意味で経験とか、まあ、学ぶためにあの実家のねあの会社に入るわけなんですけども。 その時に、東京、大阪、福岡とって支店があって、まあ、全部でカウンセラーが1000人ぐらいいたんですけどね。で、最初はね、あの、経営を学びたいと思ったので、まあ、あの、役員のね、そばで経営を学ぶという意味では、まあ、秘書室なのか、あとはまあ、起業して、こう、 会社を、ね、あの発展させるプロジェクトという意味では推進室なのか,なんかその経営にまつわる課で勉強したいという思いがあったんですけども父の、あのー、話では推薦ではあのダメだとあの現場カウンセリングの現場で営業の部であの学べということで営業なんで私が営業の場に行くの 一思っ,ううったんですけど現場が大事だとそこで一から化粧品肌のこと健康のこといろんなあとそこで営業販売のこと通販というのはどういうものかということを学ぶようにと言われで私の性格上目標がねないとあの続かないっていうところがあるんですけれどもあの全国で1,000、まあ、人ぐらいカウンセラーが当時いたんですけどそこで。 毎毎日毎日営業成績が出るわけですよねで1ヶ月トータルのベスト3みたいなのがもう東京大阪福岡の社から全部まとめた総合トータルの売上表っていうか営業の成績が発表されるんですけどでもその中でも1ヶ月で締めくくった中でもそれとはまた別に毎日毎日毎日今日の今日の今日のでもこう1ヶ月の間にどんどん順 順位が変わってくるんですよねそれが毎日提示されるようなそういう,こうめくるめく激しい営業の場だったんですけれども、まあ、そこで全国一番になったらあの思う部署に移動させるからそれまで頑張れみたいな話になって何年もやっていたくないしじゃ集中して頑張ろうということでめちゃめちゃ営業からトークから化粧から。 メイクから基礎化粧品肌にまつわる健康肌のことも全部学んでやったんですよねで人の営業トークを参考にしたりでもま,まるまるまねても自分のトークに合うかもわからないしそれをいろいろ研究しながらやって3ヶ月目ですかね3ヶ月目でその1,000人ぐらいいらっしゃったカウンセラーの中で全国売上上の成績が一番になったんですよ。 それでもうあの何も言わせないと思って一番になったもうそれもね成績は毎日毎日こう出てるわけですからもう父の耳の入ってるわけなんですけども、まあ、結果を出して一番になったのでもういいよねっていう話をしたらまあぐうん、のでもなく、まあ、じゃあ,あの好きに。 しなさいっていうことでまあでもそこでねしばらくあのいろんな経営の勉強もしていたんですけどもでもそこからそこにずっといることをやめて、まあ、父にできることは私にもできると思ったりとかあと自分のやりたい商品とかあのもうこれからはなんか再生とかいう時代が来るんじゃないかなと思って自分であの起業して立ち上げたのが グループなんですけどもそこでキレクリエイターという,のは、ね、そういう健康とか美容とかそこで培った学んだことをバネに糧にしながらカウンセラーの方を育成しディエルグループでのオリジナルの,、ね、あのカウンセリングシステムを取っているんですけどもそこからあの業務提携医療に関わる先生方との,あのご協力などもありながらあって今に至り、えー、全国に業務提携をしているクリニックの 協力を得ながら今、ディエールクリエイターとして皆様にカウンセリングをさせていただき、ディエールセレクトとして商品を皆様にご提案しています。そしてその下に行くと、今日のテーマであります、ディエールセレクトページがあります。あらゆる業務がある中で、この緑色の改善と書かれたディエールセレクトのページを開いていただくと、私がご提案する商品が並んでいます。 ここから今日は、えー、マドリックエキスという商品をご皆様にお勧めできたらなと思うのですが、まず最初に今日は基本的なお肌のことを皆さんと少しお勉強できたらなと思います。まずターンオーバー。皆さんよく聞いてご存知かと思うんですが、よく知ってるよっていう方もいれば、全然知らないっていう方もいれば、う聞いたことあるけどなんだっけっていう方もいらっしゃると思います。 ターンオーバーとは、まずこのクリップを見てください。ターンオーバーとは、まあ、お肌の生まれ変わりですね。あの、肌の細胞が一定の周期で生まれ変わる仕組みのことを言います。まあ、新人代謝。あの、下からね、新しい肌が上がってきて、古い肌が角質になって、トレれ、どんどんこう、ターンオーバーっていうのがね、行われているとい。 よく聞くと思うんですけどそれはもう皆さん例外なく人間であればどなたも男,女男性も女性も変わらずお子様でも皆さんがあるターンオーバーこのターンオーバーの周期が乱れてくるとやはり肌の改善が遅れたりとかしてきます次見てみましょうこれですね肌の仕組み表皮からねあの肌の外側から見ると、えー、角,角層ですね 角層から、その下が下流層。その下が、えー、有極層ですね。有極層の下に基底層っていう、この4層から、お肌は成り立っていて、で、どんどん上がって基底層から、その規定層の新しい肌がどんどん上に上がって、角質が剥がれて落ちて、その繰り返しで繰り返しでずっと肌って生まれ変わっているので、あの、日焼けをしてもね、シミができても、表面の肌が取れて、下から上がってくるので、下から上がってくる新しい肌が、 綺麗であった方がいいので、内側から食べ物だとか、内側からのメンテスも、メンテナンスも必要になってくるということなんですけれども、ここにあるようにターンオーバーって約4週間って書いてますよね。それが次のクリップ。ターンオーバー周期は28周期って皆さんよく聞いたことあると思うんですが、いかがですか約4週間。 ま28日間ですね。そこから28周期というふうに、えー、言われていますそして次28周期ってよく伺うんですけど、それってもうどこでもこう皆さんね肌のタオバーは28周期生まれ変わる生まれ変わるって言うんですけど、実際のところはでも。 年取ると、なかなか肌の改善が遅かったりとか、日焼けしてもなかなか取れなかったり、子供は早く日焼けがとあの、改善するのに、年取ったらなかなかシミも日焼けも変わらないってありますよね。みんなが28周期じゃないんです、これが。通常、まあ、目安としてね、あの、ターンオーバーは28周期というふうに言われてるんですけど、本当のところは、だいたい20、20代が目安として28周期。 ま、一ヶ月で肌が生まれ変わるというふうに言われてるんですが、実際は10代若い方はもっと早く、まあ、半月ぐらいでどん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 、あのー、タオバーが優れて早いので、もう、改善が早いです。で、逆に30代になると28周期ではかなわないんです。40日、もう1ヶ月半かかります。そして、30代で1ヶ月半。40代になると、 2ヶ月2ヶ月半3ヶ月ともね。どん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 あのー？ターンオーバーが遅れてしまうわけですね。うんま、これをね。あの抜本的でもっとこう。早めて。 自身の肌を数十年前に若返るとなると、え先日ね、ベル美容外科クリニック、えー、金の糸、施術、美容術の話をお勧めしたと思うんですけども、再生医療の施術というね、あの、お医者様の医療の力を借りて改善ということもお勧めですが、でも、やはり日々のお手入れで大事です。なので、抜本的な改善で医療という再生医療の施術をするというのもお勧めではあるんですけれども、でも通常はこれが、 皆様のターンオーバーと言われています。の周期ですね。そうするとね、あの、50代、60代になるとね、もう本当に2ヶ月、3ヶ月経たないと肌の生まれ変わりが遅くなるので、早く変わりたいのに変わらないというね。だからいくら上から乗せるお手入れをしても、なかなか効果が見出さないというのはここなわけです。そして次のフリップ。今、先ほど見ていただいたのは、ざっくりの目安。 ターンオーバーの目安周期だったんですけど、まあ、具体的なところを言うと、ご自身の実年齢に8日8という数字を足していただいた数字がご自身のお肌の周期というふうに考えていただければいいかと思います。例えば下にあります通り、り、55歳であれば、55歳の、まあね、五っていう感じでね、ちょっと仮に55歳にしたんですけど、55、イケイケ55の55歳 に8を足したら63この63ってなると、日にちで言うと2かまあ1ヶ月を30日と考えだい大体2ヶ月ですよね。大体55歳ぐらいになると2ヶ月ターンオーバーにかかるわけです。なのでよく28周期って言われて1ヶ月で生まれ変わってるつもりでも、本当のところ2ヶ月かかっているわけですね。で、もっともっとターンオーバーを早くする、改善する、どうしたらいいんだろう。日々のお手入れでなかなか改善しない。 でまあもっとね詳しいお肌の話もあるんですけれどもでもまあねそういう眠たくなる話はもうあの皆さんここにお勉強いただいたりとかもう研修じゃないですからで、ね、今日はやめて、えー、聞きたくもないでしょうし眠くなっても良くないのでここは次のステップに行きたいと思いますはい、えー、じゃあどのように改善するのかってなった時に、えー、先ほど私がお勧めしたマトリックス エキスですねマトリックエキス、えー、まずこの動画をあの先に見ていただきたいと思います DDS のマトリックエキスの動画をまずご覧ください研究のすべてを結集して誕生 DDS マトリックエキス、X、先進的技術による徹底的な研究開発により誕生した DDS マトリックエキス、X、は 多くの研究機関とともに実証に基づいたエビデンスを用いながら成分を追求し表面的な対処ではなく本来の美しさを引き出していくために誕生した濃縮エキスです「肝細胞調整 EGFFGFKGFTGFIGF」e G F「ヒアルロン酸ファクター」「コラーゲンファクター」を 独自の技術によって配合加齢によって徐々に減少していく肌の弾力・ハリツヤを独自の成分と DDS の働きを応用した技術によってキメの整った潤いと張りのある健やかな肌へと導きます朝晩の洗顔後に適量を手に取り顔全体に 優しくまませます気になる部分へは重ねてつけるとなお効果的ですまた普段お使いの美容液などと合わせてお使いいただいても構いません顔だけでなく首筋デコルテなど全身にお使いいただけますシリーズのスキンケアソープスキンリムーバーで肌の表面を整えておくと 一層効果的です先進のテクノロジーで開発された DDS マトリックス,エキスきっと一度お使いになったらもう手放せなくなりますぜひあなたのお肌でご体感くださいはい初めにご覧いただきました「マトリックエキス」今日は皆さんにお勧めしたいと思います、えー、何度も出てきた言葉 DDS。もうね、あらゆるところに DDS、DDS、DDS って出てると思うんですけど、DL セレクトの商品を見ると全部に DDS って書いてます。DDS とは以前の放送回でもお伝えしましたが、何でしょうというとね、えー、ドラッグデリバリーシステムの略です。ドラッグ、薬、デリバリー、運ぶシステム。 ドラッグデリバリーシステム DDS は、えーまあ、要は薬を配達するんですけども、まあ、抗がん剤治療などにも再生医療として今取り入れられているものですがあの局部に本当にお悩みのところに、まあ、抗がん剤治療でもデメリットがあったりすると思うんですけどもとその最悪な腫瘍の聞いてほしい腫瘍部分に 効くまでの間にいい細胞をねその通過する流れ通っていく間にいい細胞まで壊してしまうそうではなくてそのデメリットを排除する意味で P ポイントで DDS の方式で投与することによって細胞を痛めず良き細胞は痛めず P ポイントのその効い,いてほしい使用箇所にカプセルが開くことによって抗がん剤が投与されると P ポイントに効いてほしいところに 薬が投与されるというね。新しい再生医療の。方式なんですけども、その dds の？システムをこの再生医療の化粧品にも取り入れています。だいたい皆さん伺う。あのね、ご存知の通りいくら上,上から塗っても。 神秘層まではさっきねお話しした4層がありましたけど新秘層までは到達しないということでねなかなかそこを皆さんが悩まれるところではもう化粧品がちなのみんなが悩まれるところでもあるんですけれども DDS 方式を使うことによって新秘層まで届ける届けられるような形で作っているのがこのマトリックスエキスです。 そして、えー、マトリックエキス、肝硬系肝細胞培養液というお話が出たと思うんですけども、醸成液ね、あったと思うんですけど、まあ、世の中にも肝細胞ってたくさん聞いて、私、肝細胞の化粧品使ってますよっておっしゃる方いるんですけど、前回、あの土曜日の、えー、ベル美ビ業外科クリニック、渡辺社長と話をしたときに、少し、あの お話したと思うんですけども、幹細胞といったらね。幹細胞ではなくて、その関西まあ。この前私がね。例えたあの米を研ぎ汁で、あの残った米は幹細胞だとして、それを水で溶いた。研ぎ汁まあ、白く濁った。研ぎ汁がまあ、イメージ的に言うと幹細胞培養醸成器ですね。その情勢器はその米の洗い汁も研ぎ汁も。 栄養素がもう満点なんですよねもう幹細胞の,その取ったものと同じぐらいに匹敵するぐらいに上質なものだっていうことが、あのー、分かってその浄盛液そのとぎ汁と同じような意味合いでその幹細胞を取った時の上積み液で作ったのがこのマトリックスエキスです。 はい、ちょうどね実物がこれになるんですけどもこれね 5mm なんですがこれ 5mm でも現液なんです。でその、えー、先ほど見ていただいた、えー、5つのファクターあったと思います。5つの、えー、グロスファクターというね、あのー、表示があったと思うんですけど一緒に V を流して見てみますかね。 グロスファクター,、えー、グロスファクターって言うとね、EGF、あのー、FGF、e、KGF、TGF、IGF が入ってるんですけども、昔はね、このグロスファクター、1g で、まあ、だいたい8000万円ぐらい。 っっていうのがあったんですけどもそれがね EGF1 つ入ってて今大人気だったり話題になっているのが、まあ、s k 2さんだったりもするんですけどねあれ大体1本数万円1万5,0003万円ぐらいの価格で出てると思うんですがもう本当にあそこで有名になってると思いますけれどもあの EGF ヒアルロン酸コラーゲンの再生ファクターと言われるねファクターがあって。 それが5つグロスファクター5つあるんですけどもその1つがね SKS さん入ってて有名になって皆さんご愛用いただいてる方も多いかと思うんですがこのマトリックス X には5つのグロスファクターが入ってます。 研究のすべてを結集して誕生。一つでもね、入ってるだけでも、本当に、<DS> あの優れものなんですけど。これがね、マトリックステキストのここですね。五つのグロスファクターが組み込まれています。しかも、これを D. D. S. で。作っているので、これが。本当にお肌に馴染んでくれる。というものなんですね。 であの業界の方がよくおっしゃいます1つの、ね、グロスファクターが入ってるだけでもあのとても高価で上質なものなのにこれを5つ入れるってどんな技ですかともうこれはクオリティから考えてももう。 数十万数万円するぐらいのものでなかなかこれは作れないですよねっていうふうに驚かれるんですがこのマトリックスエキス現役で本当にねもう皆さんの,あのお手元に皆さんが試してみる多くの方に頂い,いて本当に世の中の方々の方がみんな再生して若返っていただきたいという思いを込めてもう適正価格で皆様にご提供しているものです。で通常ねあの えー、画像ありますかね。この評価が、ここですねあの。もう新聞の一面にも記事になった。この一滴で、マトリックエキスのこの一滴でもう世界が変わる。もうお肌がすごく再生して若返るということでね、評価されて話題になったということで、新聞の一面にもなりました。そして次のリップ。 1> 大体ね1年間で5,000本売れるとメガヒットって言われるんですけどももうでこれね1年でね100万本突破するほどのもう一度使ったらみんなが手放せないっておっしゃっていただけるものということでもうねあの100人中100人皆さんに実感されるものということでね「モンドセレクション」の金賞をいただきました。 うん、もうなかなかこれ難しいんですよ本当に5,000本を皆さんがねあの使われてお手元に届いて5,000本売れてメガヒットって言われる時代が100万本ですかね100本じゃないです100万本ですよでたった1年でこの評価を得て「モンドセレクションの金賞」っていうねあの評価をいただいたんですけど「モンドセレクション誰でも取れるよ」っていう方もいらっしゃるんですが確かにモンドセレクションは取れます。 でも、金賞に限っては、誰でも取れないんです。本当にね、実績とか、効果、効能というか、100人中100人皆さんが実感したというね、あの、お声データがないと、金賞までは取れないのがモンドセレクションなんですよね。よくね、本当にモンドセレクションは誰でも取れるよってね、数々あるよっておっしゃるんですけれども、金賞受賞いただきました。この商品。で、あの、今ね、あの、使ってるご愛用の商品とかがあると思うので、それをわざわざ切り替えると のでやっぱり不安になったりとか、もうあのストックがあるのでこれを使い切ってからっておっしゃる方もいると思うんですけど、いやいやいや、私のおすすめはもうあの今のものを使ったままでいいと思うんですよ。それにこのマトリックスエキスを一滴混ぜていただいて一緒に使っていただくだけでも十分いいと思います。ただねあのー、早い効果を見ていただくにはもう現液をもう私この現液をもうジャブジャブと もうあのー、これなんですけどねこれをねこう開けていただくとこういうあのポチポチって出るようになっているのでこれを一滴ねあのー、ご自身の使っている化粧水に混ぜて使っていただいてもいいですしもう早い効果を見出したい方はもうこれを現液でジャブジャブであのー、塗っていただいたらいいと思いますで塗るもあのちょっこう横に縦にこうゴシゴシするんじゃなくてこうプレスする感じで押さえ込むような感じで 押さえていただくともうねあの染み込んでいく感じがあのもうこれは皆さんが体験体感してやっていただいたら皆さんが多分実感していただけることだと思うんですけどプレスして押していただくともう信じられない時間、なんか本当にね中に入っていく感がね分かるんですよね。で塗っていただいた後は本当にもうあの内側から変わってツヤツヤしてあの再生してくると思います。なので、あのー ここね、いろんな実感は終わりと思うんですけども、でも、あのー、スピード感が違ったとしても、使い方によって必ず皆さんね、あの、使う前と使った後では、本当にね、皆さん実感多くされていらっしゃるので、ぜひぜひね、皆さんに試していただきたいのが、マトリックスエキスです。もう、あのー、すごいです。ミンタさん、一度使っていただいた方は、100%リピーターと言っても過言ではないですね。もう、手放せない。 っていでおすすめした時にね、あのー、最初はあの「今使ってるものがあるから変えたくないわ」とか「これを使い切ってから」っておっしゃった時に使い切ってからだとたけ費がかかって、あのー、もったいないじゃないですか。なのでこれを一つ加えることによってその改善実感がね相乗効果でなったらいいんじゃないかっておすすめすると「それならじゃあやるわ」って言って何ヶ月もそのね使い切るの待ってるとお肌にも。 もったいないし、早く使ってほしいと思いますからね、一緒にそ混ぜて使っていただくといいと思うんですけど、使ったら、あのー、ぜひねあの、ビフォーアフターで、あのー、見ていただくために実感する意味で、毎日自分の顔をね、鏡で見てても分からないと、変化ってあんまり分かりづらいと思うんですけど、毎日に、ね、スマホでね、写真撮ってくださいって、こう、実感、分かると思いますよっていうふうにお声をかけておいたんですよね。そしたら ちょうど使いって二日目、三日目ぐらいに電話がかかってきまして、あなた、これ何なのなん、なんてこんなに、あなたちょっと写真見せるからっていうふうにおっしゃられて、いや、それ皆さんでも10人の方が10人そうなるんですけど、あの、言われてみると本当に変わって、あなたなんで、一日目、二日目、三日目、全然違うじゃない、これ何なの ってていう風に驚かれてもう私これ一本にするもうもうあのもう混ぜるのやめたってもうこれ一本にジャブジャブ塗るわ一滴混ぜただけでこれなんだからジャブジャブ塗るって言ってでもこれおいくらなのって言った時に他社さんで売ってるあの化粧水は化粧水のお水にこれを一滴とか混ぜて作ってまあかなり薄めた状態で数万円でお出しされてるもんなんですよ。でももそれを使ってても、まあ いい実感ね、あの効果は見出していただけると思うんですけど、でも月日かかるじゃないですか。なので、その一滴を、もうこれに5ミリ入ってますから、その一滴をもう、ジャブジャブとまんべんなく、現役で使っていただくっていうふうにお勧すすめしたときに、じゃあこれ何万円かかるの ?1 ヶ月何十万かかるのよって皆さん驚かれるんですが、この5ミリ1本で、 たたったの5000円これ1週間持ったとして4週で1か月で2万円じゃないですか私が使ってる化粧水より安いじゃないいや同じよってだった時に同じ2万円を払うんだったらこの現役を 4本、1か月で試すわっていうふうにおっしゃられて、混ぜてもいいでしょ今あるものを使い切ってください。もったいないからっておすすめは一応するんですけど、皆さんが、いや、これ1本に行くっていうことで、現役をジャブジャブ塗っていただいて、そしたとまたねあの、効果を伝えたいんですよね。で、こんなに変わったのよ、こんなに変わったのよっていうね、喜びの声をたくさんいただいて、もう日々ね、カウンセリングをしてると私も嬉しい限りなんですけれども、 ぜひ皆さんにこれをもう今日、ね、こうご覧いただいている方には一度お試しいただけたらなと思いますこのマトリックスエキスはリエルサイトから入っていただいて、えー、先ほどのリエルセレクトページから入っていただくと一番初めにこのもう一番おすすめのマトリックスエキスが出てきますでここのクリックいただくとマトリックスエキスを購入いただける ようになっているのであこれはスペシャルケアでですねなのでマトリックススキンケアのところから入っていただくと左のこの一番いですねこれをクリックいただいて、えー、まずは皆さんお試しいただけたらなと思いますもうねあの本当モンドセレクションいただいて 皆さんが本当にね、100人中100人実感して喜んでいただけるというものなので、この、あの、肝陽系肝細胞培養女性液、DDS で作っているグロスファクターも5つ入っていますからね、この原液をジャブジャブ塗っていただけたらなと思います。そして、まあ、できればですけどもね、あのー、スキンケアですから、綺麗な、角質も落とされた綺麗な肌に、 マトリックスエキスをよく塗っていただいた方がいいかと思うので、先ほどね、動画でも流れていましたけども、ソープとね、リムーバーなども一緒に使っていただくと、さらに効果的かなとは思いますが、まずは、あの、ここからスタートしていただいたらなと思います。そして付属ですが、えー、このマトリックスエキスのさらに現役、フェイスマスクがあって、もう私、これは手放せない。フェイスマスク、えー、戻っていただくと、スキンケアの、スキンケア商品の方が下の方に いきますとねフェイスマスクが出てくると思うんですね。その下の方ですね。まだまだ下ですかね。あ、じゃあ、あちょっとどこかな。えー、っと、スペシャル、DDS のスペシャルケアかな、うん。それですね。左から3つ目。フェイスマスク。 このフェイスマスクは、このマトリックスエキスの原液とも言って、ここはまた PDS って、これは次回おすすめしますが、T、PDS はね、DDS よりもさらにパーティクルですからね、もっとあの、お肌に馴染んでいただく形で作っているフェイスマスクなんですけど、これをね、もう、 もう、潤沢に、こう、豊富に、もう、びちょびちょにフェイスマスクになってるので、これをね、お肌に、こう、貼っていただいて、10分、20分ぐらい貼っていただくと、もう、めちゃくちゃ潤ってきますからね、これには集中ケアでおすすめです。ぜひぜひ、まずは、マトリックスエキスをお試しいただけたらなと思います。d ルサイトから検索いただいて、マトリックスエキスを、ここでですね、DL サイトから入っていただいて、 今日はおすすめしたマトリックスエキスここをクリックいただいてまずは今日ご覧いただいた方はこれを1本試していただければ実感していただけてればと思いますそしてねお声とか伺うとまた嬉しく思いますでカ顔シリンクシステムはくなっておりますのでお問い合わせ使い方などもっとこうしたい愛したいこういうトラブルがあるけど使えますかなどを言っていただいてもあのー、ご連絡いただいてインフォでいただいて構いませんのでぜひお問い合わせください はい、今日は「ディールセレクト」の回でお届けしました是非皆さん今日マトリックスエキス試してみてくださいでは次ま,また次回を楽しみに待っていてくださいごきげんよう